はい、どうも皆さんこんにちは、こんばんは、ケディです。ザ・ワイルドエイトの続きをプレイしていきたいと思います。前回は潜水艦ですね、潜水艦を探索して、ハープーンガンとかを取った感じですね。で、今回はこの辺を探索していこうかなと思います。よし、じゃあこの辺からこっち側ですね、こっち側に。あー、ブリザード。これは大丈夫かな？氷？大丈夫か？不毛の地か。ってことはこっからもう北だ。うん。またブリザード？
どこだ？ここ全体のことなのかな？下に落ちるとかじゃないですよね、まさか。あ、これか。これだ、これだ。これをなんかするのかな。いや、切れてるもんな。かつて倉庫だったみたいな感じか。いや、ほんとすぐ体温が冷える。ここはブリザードでもないのに冷えるか。うん、いるな。めちゃくちゃ減る。うわ、寒い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 。いや、これしんどいな。いやー、いるな。狼がおかしくなったやつが。よし、この辺すごい隠すか。お、なんかあるぞ。あ、電波塔だ。これでこの辺の周囲が。あるんじゃないかな。あー、あ、アイリアきっと助かる。信号樹丸、無線局を稼働、マップが更新。あ、なんかあるな。凶器。
にもないのかな。ナイフはいいかな。じゃあ狂気っていう場所に行ってみようかな。ちょっと怖いけど、これだ。この辺ですよ。これだ。かつては非常に重要だったらしい2階建ての建物を見つけた。そこに入り何が起こったのか突き止めよう。鍵じゃダメなの？あ、ダメ？あ、いた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 。ちょっとこの辺に出そうかな。宝石が足りない。このロックは芯まで錆びきっている。ここはさすがに無理なんだ。ああ、なるほど。
下に行く階段と、こっちもダメだ。じゃあ一回下に行って、トラップがある。メモ、複合施設が攻撃を受けていると信じた我々は機密文書の処分を準備した、だが事態は我々が恐れていたよりもはるかに深刻だった。直前の地震と同様、それは突然現れた巨大な影、黒い影、そいつはテッドをつかみ、私の目の前でバラバラに引きちぎった、そいつを撃ったが、弾丸はただ通り抜けて、これ橋で襲われて、あのでかいやつかな。あ、影。あれか。じゃあ、潜水艦で襲われたのも、あの、でかいやつにやられたんだ、きっと。いやー、鍵持ってないな。ちは。発電機を再起動。これで。まずは1階から、1階はダメ。いやー、下に赤いバレルが見える。そういうこと？これで？いやでもだって銃持ってないな。
銃がない。この辺に入ってないかな。あ、ダイナマイトでもいいのか。ダイナマイトをぶち込めば。よし、これで。これで、場所ミスったよね。あー、もったいない。他に簡単に着火ができそうなないなあ。距離感が難しい。この辺から。はい。どう？あ、ダメなんだ。え？下の階にあったかな。いや、なんか別に違う方法があるのかな。私は置いてきてるんですよ。
ッチじゃない、ライターか。はい、一度戻ってですね、鉄砲と一応ライターと持ってきたんですけども、これでいいのかな。初めて使うかも。いった。おお、開いたぞ。あるんだけど、え、これでどうしたらいいんだ。ノーローカライズ日本語化されてない。でもなんかここに行けっていうことなのかな。これかな？これだけなんか変な形してるから、これを開けろ。そういうことじゃなかったな。場所的にはこの上か。じゃあ何のためにここをぶっ飛ばしたんだ。
ここなんだけどね。もう一回下に。クエストクリア。あ、もしかして何？この人のピストル使うのか、だったのかな？そんな気がするよ。同じですよね。別に特別性とかではないんだ。無駄に戻ったな。では今回はこの辺で終了にしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。